どうも、チューバーチャンネル TV、神谷です。今回もアサシンクリードデッセイ、続きやっていきたいと思います。そこの傭兵、お前が興味を持ちそうな話がある。クレオン、あんたか。やあ友よ、我が盟友ペリクレスと話しているところを見たんだが。盟友？そんな風には見えなかったが。あれはただの駆け引きだ。ペリクレスは善良で立派な男だが、適材適所というだろう。聞いた話と違うな。誰から聞いた？あいつか？あんたたちが話してるのを聞いたぞ。人々の生活をまるで娯楽のように扱ってるな。政治は遊戯だ。利害の大きいな。私は民衆のために行うが、ペリクレスは権力のためだ。政治で重要なのは民であるべきだ。それがアテナイ民主制の本質じゃないのか。ペリクレスは民衆を気にかけていないわけではないんだ。ただあいつは何というか弱腰だ。何か用か？それとも民主制のあり方について抗議したかっただけか。包囲されているにもかかわらず、ペリクレスは金持ちや権力者と宴ばかりだ。私は民衆に力を取り戻したい。一体どうしてほしいんだ。私ではなく、アテナイの力になってほしい。城壁の外でわめいているスパルタ軍に混乱を起こし、奴らに苦しみを与えてやってくれ。そうすれば我々がまだ敗れていないということをスパルタ軍に見せつけてやれるだろう。スパルタ人を殺すのは簡単だ。よし、指揮官のナビスを始末し物資を破壊するんだ。手柄の証拠を忘れるな。こちらもヤバではないということを見せつけてやろう。任せろ。私を信じろ。これはお前のためにもなる。指揮官を始末して証拠を持ち帰るだけだ。新しいクエスト、民のために、うん、クレオンが興味を持ちそうだし、奴が欲しがってる証拠にもなるな。で、ターゲット確かにイカロス強いようだ。ちょっと待って。どこだよ。アイベックス。そんなのはどうでも
こうか。物資がある。かなり手慣れた奴の仕業だ。顔を上げて報告しろ。異常はありません。諦めるな。わかりました。敵が警戒している。何もありません。探し続けろ。まだ終わっていない。逃がしはしません。
慎重に行動しないとダメだな。これを見ろ。用心した方がいい。
何かおかしいな。何かおかしいな。あの勘違いか。別の場所だったのか。
何かが起こる。のブーヤヤイチ、戦いを避けるにはかからないとな。残り30メートル。
スがすごい。わかる。残り170さあ、壁を抜けていくか。ライフストーブの新しいロケーション対抗戦どっかいいの。素晴らしい像だ。熟練した技を持つ彫刻家の仕事だな。Come on.
ああ、すまない。どうやって衛兵の目をすり抜けた？入れないはずだ。落ち着け、ペリクラスの使いだ。ああ、よかった。助けが来たのか。奴らの刺客かと思ってハラハラしたがね。奴らか？夜の影、誰もが眠りを恐れる。私たちを狙っているんだ。今や、アテナイに安全はない。コスモスの門と知ってるんだな。もちろん知っている。ほら、これを見ろ。これは指示書か。破れて読みにくいだろうが、私を殺せとある。ペリクレスはあんたを裁判から逃がそうとしてるんじゃなく、あんたの暗殺を阻止しようとしてるのか。誰を信じればいいんだ。私はただものづくりをしたかっただけなんだ。なあ、どうしたらいい。まずは落ち着け。あんたは裁判中で旗色は悪い。その上コスモスに命を狙われてるんだぞ。落ち着けと言っただろ。ああ、分かってる。あんたはペリクレスと親しいようだが。私もペリクレスも根本にあるのはアテナイへの愛だ。互いに違っているからこそ高め合える。真の友情だよ。クレオンはあんたが金を浪費してると言ってた。このままじゃ民に首を捧げることになる。クレオンが私のことを？それはペリクレスを傷つけるな。最初は不敬罪、今度は泥棒。この年に尽くしてきたのに。わかった、もう行かなくては。どこに連れて行けばいいんだ？アテナイの南にセリフォスという島がある。テラスという友人が住んでいるんだ。企みを知った時、私は彼に連絡した。きっと力になってくれるだろう。そうか、そいつがコスモスに関するものを持ってたらもらいたい。ああ、確か衛兵だ。俺が気を引いてる間に行け。今夜港で合流して船でセリフォスへ向かう。それまで隠れてろ。わかった。まさか思い通りに逃げられるとは思ってなかったよな。さあ、どこにいる？
156です。Ich war das sehr klar. さあ、残り100メートル。出ないな。さあここらしいな。当てないの機械書あんたか。ヘリクレスがよこしたものだな。そうだ、当編追放の投票があるとは聞いたが、何をするのかは聞いてない。それはそうだろう、だから俺がいる。追放されても戻れるの？戻った者は罰せられる。一体何をやったら追放されるんだ？町や人への脅威だとみなされたらだ。その後は投票次第だ。相手より嫌われていただけで追放された者もいる。俺の役割は？もう投票は終わった。開票まであまり時間がない。この投票を持って行って今あるものと入れ替えるんだ。つまり不正操作をしろって？エリクレスの望みだ。理由があるんだろう。奪った袋は持ってきてくれ。あとはこちらでやる。見つからないようにやる。ここにいろ。さあ、追放された。残り200名。名を継がれて英雄の記念碑。おお、すげえ。こんなことしてる場合じゃねえ。ギリシア中から商品が集まってる。町がスパルタに包囲されてるなんて信じられないな。残り100メートル。逃げてきたと。アテナイの造成記録全身を取って捕まると厄介だ。慎重に行こう。建物。
これでいいだろう。ペリクレスの知人に知らせよう。何もない。聞こえた気がしたが。ある船が別の船に待っている。
からなんですね。早いな。これをどうするんだ。井戸に投げ込む。どうやら役人が来たようだ。遅くなったことを謝罪する。誰かが票を改ざんしようとした形跡があったのだ。心配は無用だ。投票は全て確認され、正しき票が集計された。追放されるのはアナクサゴラスだ。友情を結ぶときはゆっくりと、だがその後は固く確かに保つのだ。アナクサゴラスがアテナイを離れるとなると困ったことになる。親しかったのだ。彼とペリクレスほどではなかったが、ペリクレスが弁護に来なかったのは妙だな。普段ならペリクレスは弁護するのか。当然だ。だがアナクサゴラスは満足しているようにも見える。今日という日は答えよりも疑問を多くもたらした。親しかったと言ったな。死のようなものだ。私の特に秀でた思想の多くは彼との対話で形を成した。あんたは誰に聞いてもソクラテスだと言うだろう。しかし名前などに意味はない。何者であるかを決めるのは行動だ。そして全ての行動に喜びがあり価値がある。それはそうと、お前こそは一体何者だというのだ。俺の名はアレクシオスだ。それだけではお前のことがわからない。違うやり方の方がいいかもしれないな。さあどうかな。知識は唯一の良きものだ。そう思うだろ。
知識じゃ物は買えない。ではお前を動かしているのは富への欲望か。人々が求めてるのはドラクマだ。多くの人が必要以上を求めている。生きるための最低限すら持てない者もいる。お前は必要と感じたら何でもする人間だな。ドラクマのためか、あるいはもっと個人的な目的のために。そんな人間は大勢いる。なぜお前がそうしたのか興味がある。私の友人が故郷を追われた理由がお前なのだから、当然のことだ。言う相手を間違えてる。それは自分は関係ないということか。人生における真の喜びは己を知ることだぞ。不正を働いた黒幕を知っててもあんたに教えはしないがな。誰かが不正を働いたなどとは言っていないぞ。ソクラテス、ここにいたのか。ああ、いたと。遅刻だ、皆が待っているぞ。アナクサゴラスの運命を見届けなければと思ってな。今向かっていると伝えてくれ。さて、我々の会話も終わりの時を迎えた。これが最後でないことを願っているぞ。知ったことだ。クエスト完了、追放されて。もうランダランダ解散がすごいな。なんだこれ、すげえな、チリ側が。リーストゴラカン400m。 さあ川を渡って登るって。ホロンの家、ホロンの家。気づかれないことを願おう。戻ったか。頼んでおいた証拠は持ってきたか。これは興味深いと思うぞ。始末した指揮官から奪い取ってきた。何か分かったのか。どういう意味だ。いい反応するじゃないか。ここに書かれている男はアテナイにとって重要な仕事を任されていた。その使者はなぜミュテレネに行こうとしてたんだ。
迫害者に対抗する人々のため物資を手配することになっていたんだ。この男とあんたの関係は？不安そうだな。ただの使者だ。重要なのはその任務でな。信頼して仕事を任せられるという証になったか？能力があることは確かだが、書きつけを勝手に見たな。もちろん証拠になるものか確認する必要があったからな。なるほど。おかげでまた頼みたい仕事ができた。死者のヘレモスを探してくれないか？ヘレモス。それが書きつけにあった死者なのか？そうだ。ヘレモスを解放し、私が用意した船に届けてくれ。死者の任務とは何だ？大きな声では言えないが、アテナイの未来のために極めて重要だとは言っておこう。死者について教えてくれ。特別なものではないが、彼の任務は重要だ。手を貸してやってくれ。彼を連れて行く船はどこにある？今は知らない方がいい。彼を見つければ教えてくれる。エレモスのことはどこで探せばいい？スパルタ軍は捕らえたものを古い採石場に送る。どうやら捕虜は全てそこにいるらしい。心配するな。エレモスを船へ連れて行ってやる。クエスト開始。神の食べる。新しいクエスト、足止めされたもの。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミアンでした。バイバイ。